こんばんは。こんばんは。パチオ店です。今週はビレーボックス本庄店にやってまいりました。はい。今日はね、はい、朝からパチンコ、うん、朝からスロットということなんだけど、はい、ちょっとみんな聞いて、はい、聞いてよ。うん？今ね、絶不調。最近良かったじゃないか俺。良かった。ね、もう二ヶ月良くて一ヶ月悪くてのなんかそういうローテーションできよって。そう。ね、神がかり的なもんだったじゃん。うんうんうん、ところがね、やっぱね。神はね、いない。いないってことが分かった。分かった。いない。先月いるって言ってたよ。そうです。なんかいるって言ってました。あれ気のせい。だからトイレにも神様いないですよ。それ言ったら。いやいやいや、まあ、俺歌にしてる人いるんだから。あ、そう。はい、あ、そうなの、ね。なってさ。はい、最近出てるあのほら百列ってあるじゃないか、うんうん、だいぶ古いよもうだいぶ古いマジ、あれ議事連さ、はい、まあ2とか、うん、3になったら結構熱いじゃん、まあ、3は4になったら俺も腕組みしてさ当たるでしょ普通、うん、当たります、うん、でだよね、いや外れたことない、外れないだよね、よっぽど時間が焦ってたんだと思うわ。え、焦るんですか。当たらないで次のステージ次行ったってね。いや、ただの外れだよ、はい、だからついてないんだな。ついてないですよね、まあ、しばらくパチンコやめたらどうですか。猛烈についてない、うんうん、一回ちょっとお休みして、うん、そういう時はやらないです、うん、今週は、はい、朝からパチンコ朝からスロットってことなんだよな、はい、ね、パチンコは何打つ。いやいや、うん、あの21日が、世の中海の日でしょ。どこのホールでもね、結構大量に入ってるのは沖海3なんですよ。なるほど、うんうん、だからパチオは嫌いかもしれませんけど、うん、まあ俺はセオリー通りにのっとりここのホールさんで一番多いであろう沖海3を打ちたい。おパチオとね、うん、俺って結構隣同士で打ったことないんですよ、うん、意外とね番組でね、だから分からないでしょ。だから俺の隣で打ったら、うん、エミカちゃんずっとかかるって言うわけですよ、はい、あ、よく言ってたじゃねえかだって、うん、俺の左横がいいって、うん、そうそう、でも最近左がちょっと弱くなってきたんです。多分みんなが出尽くしたんじゃないかっていう、なので今度今日は右に座りたい。そんなバカな。左はそう出尽くしたので右でちょっとご利益をいただきたいと、うん、やるのかい、はい、出回しのお茶みたいなもんなるほど、三万茶みたいなもんね。でスロットどうすんの。前やった時にね、ジャグラーがすごいお客さんついてたんで、うん、なんか言ってたね、うん、あと、みほちゃんも、うん、ジャグラーがね、一番好きなんでしょ。ジャグラーしか打てないんだよ、違うし。ジャグラーしか、まあ、まあまあそうならしいんですよね。なんでジャグラーでいこうかなと。じゃあジャグラーと、はい、ジャグラーお給料3で、はいはい、やっていこう、はい、オッケーオッケー。じゃあ、寝台は、うん、今なんかいろいろ充実してるんでしょ。うん、そうですね、パチンコはブラックラグーン、あ、ブラックラグーン、はい、はい、2の方だ、うん、してますね、それだけ。そうですね、あ、本当、はい、スロットはん、スロットはね、サイボーグ009、009加速装置、加速装置で、そうです。だから皆さん大変ですよ、うん、加速装置に入った時早いっすよ、だから打つのもうこっち加速しなきゃいけないんだから。俺絶対その加速装置の下りがこうなるかなと思ってあえて喋んなかったらやっぱりみんなそう思ってた、うん、今日のなっちゃんの寝台の紹介は、寝台紹介するの、寝台コーナーなんと、うん、あのリングをご紹介したいと思います。3来ました、好きじゃないですか、パチンコ台の新しいリング、新しいリングです。まあいつものように、はい、一番ポイントもありますから、はい、俺ね今絶不調じゃん、はいはい、だからこの絶不調を取り返すために今回は、うん、マックスタイプをやめて、いや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 、それはやめて、いやいやいや、そういう冒険はダメだって。じゃああれはお仕置きのやつは、あ、アマデジのお仕置き、あれ当たんなければおかしいだろう。じゃあおきゅうみ3と、はい、ジャグラ、ジャグラ、それはお仕置き3とお仕置き3ピラミッテン、まああれもあるんですけどね、頑張りたいと思います。今週も頑張るぞ、うっし。パチオーデン番組早朝企画朝パチ朝スロ、もちろん今回も番組キャストをはじめ一般参加の方にも各自自腹で楽しんでいただきます。そして今回朝パチ朝スロを行うのは北九州市八幡西区にありますいつも話題の機種が豊富なベルエアマックス本庄店です。明るく広い店内には1パチコーナーを含めパチンコ440台、スロット320台を完備しています。はい、今日の朝パチ朝スロは、はい、今更でございますけど、うん、大木ミ3です。あのね、はい、俺もパチオでもう長いね。長いよ。ね、うん、流れっていうのがあるの。うん、ギンギラパラダイスって今度ね、サンヨーさんから出るの。はいはい、出ます出ます。やっぱり我々クラスになると、やっぱりいろいろこう、情報しとかないの。そうね。ということで、大木ミ3を、やっぱり面白いっていうのをね、俺が語ってあげるよ。
当たりながらかける。だどうせオカルトでしょ。ということで、はい、実践してみたいと思います。はい、頑張ります。でね、はい、忘れちゃダメだよ。あ、そうだそうだ、来店ポイントがつくんですよね。そうそうそう、うん、ここ本庄さんではね、はい、この来店ポイント、はい、これ忘れずに、これをね、はい、ここに入れ込みます。はい、ね、もうこの入れた時点で、うん、もうこの今日のポイントがつくから。うん、で、今日ドラゴンがジャグラーにしてくれたの？というか、この間やった時、結構良かったのね。あの、エミちゃんと、うん、だから、ジャグラーが多いのよ、ここ。百何十台あったよね、なんかね。そうそうそう、かなりあるんだ。今回ニューアイムジャグラー。わかりやすいでしょ？ここはね、ドラゴンが探してくれたから、はい、多分出ると思う。そうそうそう。そしてこちらは、1万ポイントチャレンジのパチオです。はい、ありました。CR、お仕置きピラミッド店。だけど、あのね、ライトミドル級しかなかったの。でもまあ168分の1だから、このライトミドル級のパチオンとしてはまず当たることは間違いないと思います。よろしく。ほらね、先だったでしょ。なんかさ、気持ちがいいやろ、こう聞かれると、まあ、当たったんだよってすぐ分かる。長ったらしい演出もないし、バーだな。バーだね。まあまあまあ、まあ、あの、今日は壁にじゃないから、あの、勝ち負けはないけど、はい、バンバン出す。ゆっくり打ってください。よし。わー、やったー。あれ、青？やったー。エリカちゃん、突然各編の置き弓チャンスに突入です。Wi-Fi としてる、コラクション Wi-Fi。 知らない。知らない？普通の Wi-Fi は分かるよ。あのね、高速通信なのよ。無料で使える。無料で登録すればね。あ、登録すれば。そうそう、で登録するやつは店内にポップに貼ってあるから、後で見て登録した。高速 Wi-Fi だから動画とかも見れるよ。あ、そうなの。今さ、そのなんかデータの解析とかもさ、うんうん、文字で見るより動画で解説してるやつとかあったりとか、うんうん、そうね、そういう場合には便利。ちょっとほら休憩スペース行ってそれ見てっていう時には Wi-Fi でも、普通の Wi-Fi よりも高速の Wi-Fi の方がいいかな。分かった、じゃあ登録してみます。みんな実践中なんですが、ちょっとね、私も打ちたいなと思ってスロットコーナーにやってきました。で、こちら送電の件の2のコーナーなんですけど、開いてないんですよね。ちょっと打ちたかったんですけど、やっぱり人気が高いみたいで、ちょっと打てそうにないです。大変盛り上がっております。さあ、そしてこちらは1万ポイントチャレンジのパチオにチャンスのようです。もう一回。これは当たりました。これがお見事、パチオ大当たりです。今回もバッチリ T シャツゲットですよ。ベルヤマックス本庄店で朝パチ朝スロ、すでに大当たりを決めているエミカちゃんにチャンスのようです。こっちこっち、イエーイ、こっちこっち。エミちゃん、これ、はい、止めて止めて、止まれ。え、あ、走れ走れ走ればいいの。走れ走ればいいんだ。走ります。走れ走れ走れ。このパターンはほら、はい、走った。笑顔笑顔、やったやりました。今年は壁にの右に座ってください。イエーイ。もう当たった。あ、やっぱ気持ちがいいよ。感じたね。次はなんかね、ビッグ狙いたいんやけどな。ジャグレン頑張ります。
ただとりあえずこっからこっからお仕置きタイムやな。ペン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 我々クラスになると図柄が分かっちゃう。もう次に当たる図柄が分かる。じゃあなんだ。これはね、はい、ね、エビかフグです。エビか？エビかね。エビ。エビ？ハイビスカスかね。これは当たりなんです。これがピコピコ光る場合は、これはほぼ確変です。確変。確変。だからエビなんです。エビで当たり。だから言ったでしょ、俺が。うん、今エビで、あ、でも。今エビなの？エビで。ちょっと壁に尊敬する今。すごい。いやいやいや、これはね、いや、エビで当たったよ。壁にすごい。やれるときやれるんだよね、俺。適当です。わかるわけがない。今何連ちゃん？一回終わって、はい、で、とつかく引いて連チャンしてます。やっぱり海面白いですか？そうですね。一番オーソドックスなんで、うん、面白いですね。ようやくドラゴンにも5号ランプ点灯です。はい、装填の件がちょっと開けなかったので、一パチコーナーにやってきました。こちらベリアマックス本庄店さん一パチコーナー全88台あるんですけども、北斗の拳の百列実践したいと思います。あれ なんとノーマルで大当たりの壁に。本当ごめんね、地味すぎて。ビッグ行こう。次はビッグ行こう。ドラゴン持ってるよね。持ってる。しょうがない、ミホがビッグを見せてやろう。しかもこう77回転目のね、また音楽が違うというね。当たった。はい、やっぱり100連続当たりが早いんですよね。9回転で、2回目の大当たりゲットです。やったね。やっぱあれやったの今。当たった。え？見てこれ。これ紙でしょ。これ紙でしょこれ。これいい100回。それで一人だったり。ね、お一人の方にピーナッツをいつものようにプレゼントしたいと思います。おめでとう。気になる朝パチ朝スロの結果報告はこの後。壁ニードミポリンのぐるりんぱぐるりんぱ、回しすぎだよ。今日は田川100万ドルからお送りいたします。はい、100万ドルといえばですね、私物のプレゼントバトルとなっておりますが、もうやだよね、そういうのスタッフ本当やめてほしいよね。私もやめてほしいとは言いましたけど、ルール上がですね、ルール上がね、そういう風になってますんで、はい、で前回ですね、この100万ドルでミポリンは残念ながら、はい、同点でじゃんけんで負けましたんで、はい、今、1敗という形になってますんで、はい、まだまだ楽勝です。はい、で今日でも2杯目になる予定ということでですね。はい、なんで乳首さんだ。じゃあ行こうかね。はい、行こうか。はい、今回はおそ松くんの天デジ、はい、大当たりの回数勝負でございますが、ミポリン前回はじゃんけんで負けたから悔しかった。あれ本当うわ、これ来るばい。これうわ、2人の星よ。だってもう違うもんね。おー、トマチ君、
わあ、C が出てこんわ。C したかったのにな。何なんで。たくさんやるぞ。当たったよ。何今のは何。早すぎて分かんないよ。何今の。あれ一匹のまんまだよ。これ外れちゃう。当たった。あれ一匹だったよ今。やめろー。よーちゃん、あらこれ当たっちゃう。あーらしい。うわこれ当たりだよ。7点敗だ。7点敗は当たっちゃうじゃんこれ。うわもうダメだこれ。はい、結果発表。はい、今回ですね、大きな声で言うや。はい、今回ですね7対2で、カビニーの勝利と。ね、何やってんのてかさ、もう2対0なんだけどこれ、うん、えこれ次で決まっちゃうよ。2勝0敗でしょ。もう家でガラッガラだよ。なんもないよ家。いやちょっと待って、ガラガラ。あなた今まで出したものが私物がパジャマとブーツでしょ、うん、あなたの家にはパジャマとブーツしかない。のみしかない。2勝0敗なんで、はいはい、もういよいよ大手ということで、はいはい、まあ、視聴者の方も、ワクワクされてるんじゃないですかね。誰がやねん。でね、やめろって乳首をちょいちょい触るな。ちょっと。ところで、情報ずらちゃん。はい、7月19日の土曜日に、カベニーが来店します。皆様よろしくお願いします。まあ、最近勝利してるからね、はいはいはい、よかったね。あのね、気分がいいね。あの田川まで来て、あ、カベニー勝ってるねっていう、その響きがいいね、うん、響きがいい。うん、だいたいね、やっぱそれが当たり前なんです。俺が勝つのが当たり前、うんうん、まあこれ以上言わないということで、またグルーリンパ何が起こるか分かりませんけど、また見てください。よろしく。もう絶対、もう絶対勝とう。結果ぴょん。じゃあ、イエイ、お疲れ様です。本当に、はい、本当に、うん、何が本当に、いやいや、ねえねえ、気づかない、気になるんでしょ、気になるんでしょ、なんかここ、ここ、ここ、ここでね、なになになに、こいつ、こいつ、何やフォーチュンクッキーね、はい、おにぎり、ふんと詰めてみたい。確かに似てるけどね。これね、なんか皆さんでやってるんでしょ。うちらも出てた、出た、みぽりん、俺、なっちゃんが出てる。私に詳しく知りたいあなた、うん、ホールに来たら見れるし、もう一つ YouTube で検索してください。あ、まあこういうこともやってるんだな。まあいろいろやります。まあそれはそうとしてどうだったんだ。いや当たりましたよ。よかった。当たりましたけど、うん、結果出しましたよ。出た。6連しまして、よかった。当たって43回目で当たりまして、ずっと当たり続け、もうやっぱ今度はもう壁にの右で。あ、じゃあジンクスは当たりました、ね、本物だった。本物ですよ、はい、すごい。だから神はいるんじゃないか。右が出尽くしたら今度どうなるかっていうね。今度後ろとか座るのかな。ないやろ。あ、後ろのない、ね、後ろね、後ろに座ったりね。え、一方、うん、一方ジャグラーどっちゃ。いや普通にやったよね、うん、やった、よかった、やったよ、やったよ、完璧だったね、完璧だった、うん、楽しかった、うん、人もたくさんだった、いっぱいだった。よかった、バケバケです。さあ、てなことでね、うん、はい、今回関東賞をあげたの。もう渡してきました。はい、バッチリです。あげた、はい、朝パチの関東賞はもちろんこちらの方です。関東賞です。おめでとうございます。ありがとうございます。どうもぜひ待ってください。ありがとうございます。関さんもぜひ頑張ってね、これからも、はい、ありがとうございます。朝スロの関東賞はこちらのお兄さんです。どうぞ。関東賞です。おめでとうございます。すみません、ありがとうございます。ぜひ来てくださいね。はい、ありがとうございます。お仕置きピラミッドは大変。ああ、痛い、そこ、いや、もっとみたいな。ちょっと今持ったよね。ちょっと違う。かわいそうじゃない。そのくらいペン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 するということで、今回も見事課長が大当たりを出しましたので、視聴者の皆さんには番組オリジナルカツサルくん T シャツを1名の方に差し上げます。ご希望の方は住所、氏名、年齢、連絡先、番組の感想などお書き添いの上、ご覧の宛先までご応募ください。
番組のホームページからもプレゼントの応募ができます。私たちもブログを書いてます。私の実践動画夏パチもありますよ。ぜひアクセスしてください。皆様にお知らせしたいことがあるんだよ、はい、まず身体情報な、はい、それは何でしょう。あの冒頭で言った CR、うん、ブラックラグーンですね。ブラックラグーン、はい、それからちょっとはサイボーグズレズレズレな、それから何、と言っても、はい、今日寝台コーナーでご紹介したリング、うん、要チェックです、うん、こちらは。そして、はい、ちょっと私ちらっと見たんですけど、私たちが朝パチしてる時打ってましたよね。レポートしなかったですよね。ぶっちゃけると想定の件したいなって思って見に行ったんですけど、はい、すごいもう飽きないなかったんですよ。30代全部満台で、うん、なんでもう1パチコーナー、何をちょっと百列を、パチオが好き、百列を神様いなかったろ。1000ポイントで、おお、7000発出ました。神様いるんですよ、はい、あそっちに行ってた。はい、そうそう、いいかもしれない。なんか出るんだろう、うん、そうそう、それとね、今日お清水リーグを俺が実は打ったのには理由があるんです。なんだ、はい、これ来週あたりに、うん、あのリンギラパラダイスっていうのを、うん、このメンバーで、うん、おパチを打ちに行くか、歌上にちょっと、いい、うん、いいの、あの不滅の名作の、はい、ギンギラギンにさりげなくて欲しいですね。それ今度も待ちね。まあけど元を正せばそうなんですよね。銀パラって海の前なんですよね。だけどもう そこからマリンちゃん出てるんだよね。初代から、そう、うん、じゃあ今度宇宙に行こうぜ。さあ、ぜひぜひ。さて、皆様、重大発表です。はい、はい、我々の仲間として、はい、パチオデンをずっと一緒に盛り上げてきてくれた、はい、ミュウさん、はい、長期休暇を取ることになりました。お休みしまーす。もうもうダメだった。軽いの軽い軽いらしいよ。もうなんか6年ぐらいかな。あ、6年半ぐらい。そんななるかなるんやけど、なんか多分今ね、昔のが流れてるような気がする。いろんなことやっていただいたね。いろいろ頑張ったんやけど、はい、ちょっとだけちょっとお休みもらおうかなと。うん、はい、今月までは、うん、カフェニートのコーナー、あ、そっか、で見れるんだ、はい、うん、だね、また必ず戻ってくるように。まあ本当にあの皆さんね、可愛がっていただいたミオちゃんなんですけど、はい、ちょっとだけお休みいただくということで、はい、でそのためにも我々はさらにミオの分まで頑張らなきゃいけない、はいはい、今週末おぎゅみ3ジャグラーシリーズ、お近くのホールにおいでなさいよ。試してみてはいかがでしょうか。まあ、ぜひ戻ってきてください。本当に長い間ありがとうございました。ありがとうございます。ということで、今週はこの辺でおやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。